せーの、下町上町中町です。始まりました。ということで今日は何ですき？今日は新学期失敗ということで、新学期ですね、そろそろ。マスピス、臭いから臭くない、臭くない臭いから手に反応した。ということで、今日が3月29日となってます。で、新学期はどれぐらいだ？4月まあ10とか4月10とかだから、うん、ちょっと待ってね。つまりあと2週間、うん、この動画が出てる時はまだ新学期が始まってないということで、まあ、いろんな人のね、うん、新学期の失敗談とか、うん、俺らのね、新学期失敗談もあるから、うん、この動画見て、新学期へのうまく滑り出してください、はい、ということで、早速やっていこうと思います、はい、中町兄弟中からないの、新学期。なんか聞いたことあるな。やったよね、新学期。やった、1年前もやってるだろ。やってるよね。うん、じゃけど違うになります。まだ高校生の時の動画あります。これ初出しです。え、それ聞いてない？聞いてない、うん、あやも知らない。あやも知らない。てか俺も久しぶりに動画見て、それでちょっと発見してしまった、うん、本当に恥ずかしいエピソードですね、うん、え、それなんか10円ハギができちゃって。あ、違います。自分が切ったとかじゃない？違います違います。それ小学校の頃だから。その時 iPhone で動画撮ってないから、その10円ハギできてますみたいな動画撮ってないから。まあこれはちょっと後で出すわ。まだちょっととりあえず募集したやつを。まずはしゃぎすぎて友達と野球してたんで、うん、傘で、うん、そしたら傘が吹き飛んでガラスが割れて生活指導。うわ、ということで、入学式一発目から。多分男って入学式一発目が一番かまさなきゃと思ってるの。あ、生きらないといけない。生きらないといけない。だから多分教室の後ろとかで目立とうとして、なんか雨の日だったのかな、野球とかやってたんじゃない、うん、そしたらそのふざけすぎてガラス割れて一発目で生活指導っていう。うわ、あのね、一発目は本当に生きらないこと、うん、あの、本当に優しいやつってなった方がいい、うんうん、あの、あ、こいつめっちゃいいやつやんがいいの、うんうん、こいつめっちゃうるさいやんとか、こいつめっちゃ おもろいやんよりもめっちゃいいやつやん目指してください。だからむしろ存在ないぐらいの方がいいんじゃない？それもあるんですけど、まあこれはちょっとさっき見たやつなんだけど、存在感薄くしすぎて、うん、本当は明るかったのに、うん、中学校の頃は、うん、高校行ってからその陰な感じで行っちゃったから、1年間ずっと陰だった。それもある。きつっ。最初のキャラ失敗したっていう。いや、でもいるよね、たまにさ、うん、高校生でさ、うん、てかめっちゃ静かだね、うん、本当にあの子いたっけっていうぐらいの子がいて、うん、その子をプライベートで見た時にめっちゃおしゃれだったりとかする、うん、みたいな。なるほどね。すげーみたいなのもあるから、ちょっと話してみようかなとか思ったけど、はいはいはい、結構こういう感じだったから、うん、でも中学の時の話とか聞くと、うん、結構あいつイケイケだったよ、ね、あ、そうなんだ。男でなんか何々君の当たってたなんか何々君の挨拶付き合ってたの、うん、みたいなことはあった。なるほどね、うん、なるほどなるほど。これはもう本当はあるあるなんだけど、いろんな子に話しかけたけど、そんなに仲良くなれなくて、全員とずっと気まずい。だから最初に多分話しかけたんだろうね、周りの子とかに。だけど時たってまああんまり会わなかったんだよね、うん、その子たちと。そしたらその最初友達になろうみたいに言ってたから、変な距離感のままあの1年間わかるわ。これどうする、どうしてた？だから春休みの時に、うん、わかんないじゃん、ツイッターとかさ、インスタじゃさ、うん、え、それは新学校、学校、学校、ね、高校始まる時にやっぱ最初友達いないの怖いから、うん、その春休み前に遊ぼうみたいな感じがあって、うん、あったあるじゃん、あった。その集まりに行ったら、うん、卒業の頃には、うん、全然部類が違くてさ、うん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 、あの廊下とかすれ違う時に、うん、みたいな気まずいな。なるほどね。あった。あや高校の時、うん、中学から一緒の知り合いいなかった？あ、いるいる、仲いいやつら。いた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 。え、仲良かった？それこそ、うん、いるじゃん、フィリピンハーフの。うわーい。それ言うな。あー、そうそう、フィリピンハーフの、うん、本当に小学生の時もう毎日遊んでた子がいた。大大大親友、大親友。もう大大大大大出世みたいな感じで、もう大大大大大親友って感じ。本当にもう小学校の頃毎日あやが、あやとそのその子が家にいたの。そうで、俺も挨拶するから、そうえいみたいな。で、家も後ろ、もう後ろに住んでたから、うん、もう毎日のように遊んでたりしたし、うん、登校班とかも一緒だったから、うん、ずーっと一緒 で中学からちょっと距離ができ始めた。うんうんうん、うん、中学生から、まあ部活も違ったりしてね。そう、部活も違くて、うん、そしたらなんと高校も一緒になっちゃって、うん、中学の時からはちょっと喋る程度だったんですね、うん、全然、うん、だけど高校からはもうあやも結構小学校の時はすごい陰キャだったじゃん。まあ陰キャというか恥ずかしがり屋の女の子だったんですね。なんただの中国人だったんだけど、うん、中国人じゃねえの。俺まで中国人だから。中国人が悪いとかじゃなくて違うから。勘違いしてる人多いから、めちゃめちゃ。俺は中国人ではないので、うん、はい。で、恥ずかしがり屋の中国語喋れない子だったんだけど、そりゃそうだよ、日本人なんだから。なんで中国語喋れるの、当たり前だよ。はい。だけどそのやっぱ中学高校で結構かましちゃったやが。かましてますね。かまして、うん、えーみたいな、うん、
じゃあ私もダンス部っていう結構イケイケのやつに入って、うん、そっからもう属性が違うわけ。はいはいはい。なんかもう全く喋んなくなっちゃった、うん、で最初の入学式とか一緒に行ったのかな確か。おお一緒だねーみたいな、うん、また一緒じゃないヤバくないうちら、うん、みたいな話をしてたんだけど、うん、もう卒業後は一言も喋んなくなった。あれ気まずかった。まあまあまああるよな。気まずあるある、うん、でも逆に言うと中学校の頃全然そんな感じじゃなかったのに高校行くとお前そんなやつなの。ああ分かる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 。明るくねみたいなっていうのはある。うん、そっちもあった。うん、けどそれはね多分高校デビューとかって言われると思うのよ。いいけど全然いいと思う。全然え全然その今が楽しければいいから高校デビューとかを気にして、うん、なんか中学校の頃ずっと内気だったけど、うん、高校からは楽しみたいなと思ったら別に人の目気にせずあのはっちゃけていいと思う。はっちゃけ本当に。いやあやもそうだし小学校からだって中学デビューでしょ。中学デビュー完全にどこかでデビューしないとずっとこうなってくる、うん、みんなデビューしようね。いやそっちがいいならいいんだけど。あそうそうそっちが落ち着くね。本当は明るいんだけど、うん、こうなっちゃってる子は絶対人生明るい方がいいから。絶対にそうです。明るい兄弟が言ってます。あーこれはね失敗ではないけど誕生日が4月12日で、うん、クラスの人に祝えてもらえない毎年。あーかわいそう。これでも入学式とかのすぐ次の日とか、うん、入学式当日とかの時に誕生日だと思うんだけどクラス替えとかでバラバラになっちゃうもんね。あそう。それでまたみんながね祝ってくれないっていうね、うん、これは多分自分から自己紹介の時とかに言った方がいいかも。今日誕生日でーすとかあの明後日誕生日とかだったら、うん、私この新クラスで言うの気まずいんですけど、うん、明後日誕生日ですぐらい。いやそれは陽キャすぎる。えそれは言えない。順平しか言えないよ。なんで普通は言わない。え、てか今結構自分から誕生日言うやつってマジで前向きなやつしか言えない。あ、マジで。え、なんか、え、高校めっちゃ仲良かったクラス、うん、メンバーじゃなくてクラス。うん、俺らのクラスは、てか俺らのクラス俺らの学校かな、なんかもう祝うのが当たり前だったの。だからそんなに、なんていうの派手な子じゃなくても、うん、誕生日って大体わかるよ。誕生日は毎回祝うのクラスで。じゃそれはなかったわ。あや、だって廊下とかでクラッカーとかやるじゃん、うん、陰キャの子めっちゃ怒られた、うん、うるさいんだけど言われてあ、ごめんごめんごめん気まずいね。そう、でも、うん、すごい差がすごかったね、私の学校って、うん、マジで、うん、バカなやつと、うん、ほんと真面目な子が多かったから、うん、ちょっとうるさいんだけど、みたいな。マジでなんか怒られて、あ、ごめんごめんごめんみたいな。ふざけた時のニコちゃんみたいなうるさいんだけどうるさいんだけどなるほどね。これ多かったから、うん、それはなかったな。誕生日ね、これ誕生日つらいね。まあ、自己紹介で言える子はちょっともう小ボケというか、うん、まあ、ちなみにあさって誕生日なんですけど、うん、あんま言わなくていいぐらい言えたらすごいいいんじゃない。それ仲町純平だわそれ仲町純平だ言えない。まあ、人見知りすぎて自己紹介の時変な目で見られた。なんかぶりっ子ってなった。まあね、女の子が多いんじゃない、うん、この人見知りで人前で話すの恥ずかしいから、うん、やっぱなよなよしちゃったり、うんするんだろうけど、これはなこれどうしようもないというか、人見知りの子にさ、ね、堂々と言った方がいいよって言っても堂々と言えないわけじゃん、うん、でもまあ、人見知りだけど自分から挨拶するとか、うん、そういうのをやった方がいい。まあ確かにね。大体女子ってみんな人見知りなの。うん、あやだって人見知りだし、うん、こう見えて、うん、だけど自分からあ、お願いしますとか言えば、うん、ちょっとはさ、そうね、会話するじゃん、うん、で、会った時にあ、はよーとかあって、うん、そっから会話生まれるから、うん、挨拶自分から。確かに挨拶だね、うん、まあ自己紹介は、まあちょっと私人見知りなんでちょっと苦手なんですけどぐらい言っといて、うん、ちょっとクラスとかで話したことは毎朝挨拶とかしていけば、うん、まあこの子悪い子じゃないんだから、うんうん、やっていこう。挨拶挨拶。あ、これある。次高校だけど、うん、説明会の時から先生に目つけられてる。これは多分説明会、入学式当日よりも説明会の方が息がある、ね、息がある。説明会が多分みんな一番息がってるの。やっぱ受かるかも分かんないけど、うん、やっぱもしかしたら同じ学校になるかもしれないから、うん、かますのよみんな、うんうん、あの説明会一番息になるのよ。本当に先生に目つけられるの、うん、俺もあの説明会チャリの2ケツで行ったの、うん、友達にバー10人ぐらい送ってもらって、うん、あ、行ってくるわって感じで行ったの。やばいやん普通に普通にやばいやん。で、まだ受かってない時の、うん、だから別に先生とかも注意することもなく、うんうん、自分の生徒じゃないから、ね、っていうので、あのすごい最初からお前二血して説明会来たやつだなって言われたから、最初の時に、うん、だからかまさない方がいい、うん、ガチで。あと声高いことが気をつけた方がいい。なんでその説明会みたいなやつで、うん、めっちゃ声高い女がいたの、うん、なんやけどーみたいな、うん、ずっと忘れないそいつも。あ、そうなんだだからそいつもちょっと大声出してかましろけど、周りに聞こえるように、うん、そうそうそう。いや、それかまさない方がいいんだよ。ちょっと R1 失礼します。あとガム噛んでいたやつとか、ね、うわっなんかみたいな女。絶対俺噛んでたし俺 100% 噛んでたやめた方がいい、マジで。陰気に行った方がいい、それは。だって俺軍手ケツポケに入れてたから見えるようにマジ恥ずかしい今だったらどういくの、順平って。まあでも今だったら、うん、すごい優しい感じ、うん、でよろしくみたいな
あの、爽やか系おはようとか、先生にもおはようございます、明るく行くかな。あ、俺、入学式とか、あの、説明会は明るくないから、生きってるから、うん、なんか、ウェイみたいな感じで、だから優しい感じで、よろしくって感じで行く。それで、フォロワーが今のフォロワー数で、うん、高校入学式だったらどうする？今のフォロワー数だったら、鬼生きるよ生きるじゃん。鬼生きるよ当たり前に。でも友達できない可能性があるんだよ。え、もう有名人みたいな感じだから、うん、あの仲間ち兄弟じゃん、うん、中学3年生の妹とやってる。中学、あ、そうか、その学年的にはね、中1の妹とやってる、え、あの仲間ち兄弟じゃねってなってんの、うんうん、だからもう近寄りがたい。近寄りがたいけど、友達になりたいやつは寄ってくるっしょ。あ、でも寄られ方が嫌だかも、うん、その仲間ち兄弟として、YouTube 見てるよから友達ってちょっとむずくない？うん、そうそうそう、悩んでるだろうね、あの若い子は。インフルエンサーでえ、でも最近あったのが、うん、高校生の子が、うん、まあちょっとおっぱい大きい子、うん、で、TikTok とかでバズって、うん、高校在学中に、うん、ライドブラマン受けようったの、うん、インスタグラムで、うん、そしたらその子退学になった。で、それで物議をかましたの、うん、あの、やっぱバイト禁止とかあったら、うん、確かにインスタの案件も仕事じゃん、うん、とかもあるけど、さすがにやりすぎじゃないっていう、うんうんうん、で、ナイトブラっていう人も商材が悪かった、うん、スノーとか、うん、アプリとかの紹介、うん、インスタでやってたら多分先生もさ、うん、あ、まあこういう仕事なんだなと思うけど、うん、ナイトブラだったのか分かんないけど、うん、退学になった。へー、すごくない？すごい時代、すごくない？時代すごいね。うん、だから高校で TikTok でバズって、うん、有名な子とかいると思うけど、多分仕事とか内容を選んだ方がいいと思う。うん、ナイトブラとかちょっと危なそうとかなのはやめといた方がいいかも。ね、あの子 TikToker らしいよみたいな。うん、あやも先輩にいたもん。うそ、 TikTok もうあやの時代にいた。いたいたいた、うん、TikTok バズってる人。うんうんうん、うん、だから SNS は気をつけた方がいい。本当に退学になりやすい、なりやすいよね、うん、あの不良とかそういうのじゃなくて、うん、あ、入学式に周りみんな知らない人で大きいゲップをしてしまったこと。あの、油断するとあるよね油断するとあんの、なんか家の感じでうーってやっちゃってやばっって時あるよね。俺、脱毛とかでもやっちゃうもん。脱毛の待機室とかで、誰もいないから、うわーとか、めっちゃ大きい声、音で、うわーとかやって、高松さんみたいな。あ、やめきます。っていうのはある。なんか、人がいないって思っちゃって、あの、ゲップとかおならを大きく出してみる。コツとかしない？出してみる。え、家とかで出してみない？おならとか、あ、おなら出そうって言ったら、みたいな。あの、空気砲みたい。みたいな。力入れてみたいな。え、ない？俺ゲップとかもう家とかだったらってできるけど、わざとベーってやんの。なんか気持ちいいから、それ学校ではやんないように。はい、それでさ、一緒にうんこ出ちゃったとかね。一緒にうんこ出ちゃうっていうか、あのパンツがちょっと濡れてるけどでも出てないから、多分風圧で風圧でちょっと濡れちゃってるだけ。違うよ、それ出てんだよそれちょっと出てるでこれね、それね、ソファーとかに置いてあるとうんこが落ちる。あ、そう、うんこ落ちるってめっちゃくるね。うんこじゃないんです、うん、こういう大好きなおもちゃ。本当はね、長かったね。うん、長いけど、削れてこうなったうんこじゃないです。入学式早々付き合って、うん、彼女とずっといたら友達できなかった。あー、あるね、それ。これ、ちょっとこれある。ある。これは正直、見え方も悪い。彼女できて、彼女とずっといると、うん、何あいつら、うん、ってなる。なる。本当になる。気をつけてね、うん、それはこれめっちゃ可愛いです。友達が小学校の入学式に、うん、みんなが黒い服を着ていて、うん、それがコナンの黒ずくめだと思って、うん、泣いてましたあの、コナンの黒ずくめじゃありません。あの、心配してる方、あの、黒い服とかで行くと思うのは、入学式とかちょっと清掃でね、コナンのあの黒ずくめじゃありません。気をつけてください。安心してください。安心してください。舐めないでしょ。すごい、ほんと交互に来る犬がチェンジしてくる。キャバクラみたいな入学当初に覚えたてのメイク毎日頑張ってしてたら、多分メイクが下手でまつげひじきみたいって男に言われた高1からメイクしてた。中学生ぐらい多分メイクしてた。あ、マジで。今の学校でも多分メイクしちゃいけないってことあるらしいの。うんうん。けどあんまりメイク最初しない方がいいかも。確かに。あの、高1で俺もいたの、うん、めっちゃメイク、ほんとヤマンバとかちょっと流行ってたの、うんうん、俺の時代まだ、うん、アゲハっていうグループとか、うん、知らない？知らない。なんかあるんだけど、なんかサークルみたいな、うん、まだギリギリあったのよ、俺らの時代って。で、すっごいギャルの子がいて、けどやっぱ浮いてたから、うん、あの、ナチュラルでナチュラルでだんだん覚えてって、うん、あの、美しくなってってください、うん、けど今の子は違うかも。うん、じゃん。だってさくらちゃんとか毎日メイク出してたさくらちゃん見たら、まあなんとなくね、うん、若い子のメイクできるもんね、うん、まあだからメイクはあんまりしすぎない、あの、うん、がっつりやりすぎなくても今みんな可愛いから、うん、本当に。あとさ、髪型、うん、あれ中学生の時に、中学1年生、DJ DJ 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 おいで、うん、
中学生の時にお母さんが編み込みとかしてくれてたじゃん。うん、うん、してくれてた。そう、小学生の時にね。めっちゃ懐かしい。うん、それで中学生の時とか自分でできるようになって編み込みが、うんうん、結構してってたの、編み込みを。うん、そしたらなんかそれを編み込みしてるあやちゃんみたいになっちゃって。ありました、こっちも。あるね、うん、そう、編み込みしてるあやちゃんみたいになっちゃって、うん、編み込みをやめられないっていう。うん、そのわかる、髪置きをちゃんとしないと学校に行けないっていうルーティンになっちゃって苦しんだことがあるので、髪型もほんとナチュラルに、うん、最初から普通の髪型の方がいい。そう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 。だから例えば俺で言う、最初から動画メガネ外してやってたら、うん、メガネ外したままいけんのよ。あ、そうそうそう。けど俺もメガネしちゃって帽子もかぶってメガネ帽子 JP ってなってるわけじゃん、うん、だから今もうずっとこれでやってるんだけど、だから最初のキャラ、うん、ブランディング、うん、間違えない。俺ブランディングめっちゃ間違えたから。ブランディング YouTube 始めるブランディング間違えて今こうなっちゃってるから、うん、ブランディング気をつけてください、うん、これあったのよ、うん、ツインテールですごい可愛いって言われて、うん、ツインテールのキャラになった、うん、なんかツインテールやめ時が分からなくなったっていうのがあったから、これもね、猫かぶって卒業するまで猫かぶりやめられなくなったとか。順平なりは何なの？え、そろそろ言っちゃっていい？なんか別にそんなみんな待ってないし。え、だって高校生の頃の動画でだって、うん、これすごい映像じゃん、うん、まあよくあったのが、うん、自己紹介で大滑りとかがあったのよ。自己紹介でちょっとかましたら、うん、大滑りしてそっから友達ができなくなったとか、うんうん、まあ、女子でもあるのよ、うん、男子はまだなんとかなるけど、女子でかましてウケなかったらちょっと相当悲惨だから。確かに。で、僕もなんと自己紹介の動画ありました、うん、うわー、めっちゃ鳥肌立ちそう。マジだ、マジね、えぐい。俺これ本当は放送したくない、うん、マジで恥ずいから、うん、けど、まあ、ちょっと仕方ない、もう動画のためにで、たまよくやっぱよ撮ってるね、動画。俺すごいね、俺動画撮っ、ほんとクリエイターだね。そう、昔からね、動画とか大好きだったの。うん、これ多分1分ぐらいあるんだけど、うん、多分1分はほんとに見てられないと思う、うん、それはクラス替えの時にやった自己紹介。クラス替えだね。クラス替えだよね。クラス替えなんだけど、うん、俺ちょっと特殊で、うん、高校1年生を捨ててるんだよ、うん、誰とも遊ばず、誰とも話さずやってるのよ、うん、だから高2なんだけど、うん、高2の時にちょっともう学校のみんなと仲良くなりたいって、うん、心改めてちょっとかまそうって思って初めてかました時です、うん、こちらです。なんでさ、趣味は海賊王です。好きな職業は海賊王になりたいです。好きな芸能人。もうできない、もうごめん、ギブギブで、もう流してて。そうだよね、あとはもうどうぞ。ちょっと本当に俺めちゃくちゃワンピース好きで、うん、その頃かわいそう、海賊王になりたいとか言っちゃってんので、ちょっと本当滑って焦ってるところだけ見せていい、うん、好きな職業は海賊王になりたいです。好きな芸能人はまあルフィで、理由っていうのは男として大切なことを分かってます。で、誕生日は1月8日ヤギ座大型です。嘘です。B 型です。ここ。ここ。何なの？1月8日ヤギ座血液型大型嘘です。B 型です。何これ？恥ずかしい。やばい。やばいっしょ。やばいっしょ。うん、これもう本当に今日動画撮ろうと思って、なんか高校生の時の入学のなんか動画ないかなって、うんうん、出してない、うん、これ見て。一人で、あ、これやめようと思ったの。うん、出すの恥ずかしすぎて。うん、けどおもろい。どうおもろい？もう本当に正直言うと俺真の陽キャだと思う、うん、俺って結構 かますのが好きだったから、うん、でも普通の人はメンタル壊れちゃうと思います。なので絶対やめてください。本当にだって、本当に高校生の時とかこうやってかましてるやつ、うん、マジでめっちゃ睨んでたもん。その高校生活ずっと、うん、あいつ調子乗ってなって。いやもう本当にね、俺もめちゃくちゃかましてたから、ちょっとお腹すいたんで食べます。え、なんかないの？あれかましてた、かましたこと。かまさないよ、女だから。だから本当に人生でもう本当に一番頑張ってかましたのが、うん、その前髪を作るっていう。それなの？うん、うん、もともと前髪なかったから。だってさ、もともとずっと前髪上げてて、うん、バレリーナみたいなやつだったのね、ずっと。あ、それ中学？小学校。うんうん、小学校の時もずっと前髪、うん、前髪なんて人生で一度も作ったことない感じだったの、うん、中学ってさ、同じ小学校の子半分、違う小学校の人半分みたいな感じで集まるじゃん。だからあやのこと知ってる人はもう半分はいるわけよ、はいはいはい、学年にね、うん、にもかかわらず前髪を作るって勇気。まあ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 、そうね、すごくない？
ない？うん、本当に頑張りました、それは。そっか、女の子で言う前髪作るとか相当なあれなんだ。相当な、俺ら全然わかんないからさ。坊主にしていくみたいなもんだよ。それは違う。違うか、坊主なんて。だからさ、本当、だからメイクしていくみたいな。まあ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 、今まで普通の感じだったのに、うん、もうキャラ編までしちゃうみたいなぐらいの度胸。そうね、うん、確かに確かに、それは相当だわ、うん。中1の入学式の時に家族全員に遅刻して、うん、クラスのみんなの目線がヤバかった。これはもう、あの、一発目は絶対遅刻しない方がいい、うん、本当に。むしろ早く行っちゃったぐらいの、もう早く行っちゃったぐらいがいいから、うん、あの、かまそうと思って、うん、ちょっと遅刻で行ってもちょっとかっこいいっしょみたいな気持ちを持ってる子が本当にかっこ悪いから、はい、あの、人間としてね、うん、絶対遅刻しないでね。あー、これやばいよ。最初、まあ、マスクつけてるから今の時代、うん、マスクつけてて、まあ、かわいいってめっちゃ噂になって、うん、すごい LINE とか追加されたんだって、うん、あの、全体グループで、うん、で、やっとマスク外す機会があって、マスク外してからが誰からも LINE 来なかった。これ切なくない？これ時代あるあるだと思う。マジで時代だ。俺ら全く分かんないからさ、うん、時代的に、うん、コロナになったからやっぱマスクで、基本マスクするとみんな可愛く見えちゃう、うんうん、正直、うん、目元だけとかだったら、うん、可愛いってあの子になって有名になって、で、男子とかも、いや、あの子可愛くね、うん、LINE 交換して、LINE してて、うん、マスク外してなんか写真とかが上がったのかな、うんうん、で、男子見て、うわぁ、きつい。これきついよべ、ね、きついよべ、ね、きついね。これはきついよな、うん、今時って感じ。今時マジで、うん、でもあのテレビやってたけど、うん、マスクを外したことがないカップルがいた、うん、高校生で、うん、で、なんか探偵ナイトスクープにお願いしてたの、うん、あの、お互いのマスク外した姿を見てみたいです、うん、でも一度もなくてお互い恥ずかしいんだって、うん、もうブサイクと思われたらどうしようとかで、うん、っていうのがありました。そういう時代なの。もう、まあ、素顔知らなくても、うん、そのままでもやっぱ LINE とかしてて、うん、可愛いと思ってるわけ、かっこいいと思ってるわけだし、 LINE、うん、してて気が合うから付き合っちゃう、うん、素顔知らないっていう。これはすごい時代ですね。すごいよ、ほんとに。学校で一番人気の先輩に個人で LINE するはずが学校全体の LINE グループだったこと。うわ、だから学校このね、全体のグループ、うん、あれ、1年後、2年後にはほんとなくなるから、うん、先にやめな。いや、でも、だってそこからさ、好きな人とか追加できるから。好きな人そこにいたら嫌じゃない？いやいやいや俺的になんかクラブ、なんか学校全体グループに入ってるやつなんか嫌なのよ。なんでだよ。なんかちょっとキモくない？なんで？前切ってるわもう抜けてないよ、あの時代の全体がまだルフィの時の、うん、ルフィの時の全体が抜けてない。で、なんかね、学校ライングループって動いたことあります？じゃあ、逆になんかあった？なんか男子がちょっとふざけてさ、あ、まあまあ、なんかふざけるラインみたいな、確かに、ボケるラインみたいになってなかった？なんか俺、あそのクラスラインで友達の変な写真とかあげたり、うん、ボイスメモで変なこと送ったりするやつが俺嫌いだったから、うん、やってたけどだろうなそれを一線通り切ってやるタイプや。これもさっき言ったけどさ、ちょっと気まずいと思いながらもずっと一緒にいたら逆に離れることできなくなって1年終わっちゃった。うん、だからもう最初に友達になっても一緒にいようとか言って後々仲良くなってたら、あ、全然違うなこの子、うん、あの、自分とタイプみたいな、うん、けどでもそう言っちゃった以上、うん、離れるとか結構きついじゃん、クラスとかで、うんうん、だからもう一生その子でいっちゃったっていう。なるほど。なんか、一番最初の友達本当に大事だよね。大事。一番最初の友達になった子は親友、そのまま親友になった。いや、でも結構自然と離れてるかも。結局、うん、自分が会う子が周りに集まって、うん、普通に別に解決してた。あ、そうなんだ、うん、でもあれか、部活か。あ、部活だね。部活入ってないぜ、うん、高校からは結構いると思う、うん、俺も部活入ってない。あ、まあ、サッカーは入ってないけど、ちょっと途中でやめちゃったんだけど、うん、部活入ってないぜはやっぱちょっと友達の輪すごい難しいから、最初にいい子選んだ方がいいか、うん、ダンス部の友達とか、うん、あのサッカー部の友達とか、うん、そうそうそう、どっかに所属してる子と友達になると、うん、そっから輪広がると思う。いや、分かる分かる。よくね、分かる分かる。で、お弁当とかが勝負、うん、お弁当の時間って高校は自由なの、うん、中学校は他でくっつけくっつけるけど、うん、だからお弁当誰と食べるかが、あの、自分のメンツですから。確かに気をつけてください。マジで部活のことしかいなかった。うん、今思うと確かにそうだよな。クラス替えしてもバレー部一緒の子ともう一緒にいるみたいな。うーん、他の子も別に見ない。うんうんうん、うん、で、あの、吹奏楽部の2人がいたらその2人組とチームになって4人組みたいな。あー、なるほどね。そういう感じだった。そうよね、うん、なんかこれもほんとウブミスだね。クラスの人の LINE 全員追加して話しかけちゃったよろしくみたいな。多分あの、え、どこどこ出身なのとかじゃなくて、多分みんなにそれが当たり前だと思って、うん、クラスのみんなによろしくとか、うん、挨拶送っちゃったんじゃない？めっちゃ大バカめちゃめちゃ大バカだってもう絶対クラスで噂になるから、うん、え、LINE 来たなる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 、あんな感じなの、え、あの LINE めっちゃ
くるよね。あんな感じってなるから。あの、LINE で変に自分のキャラじゃない LINE しない方がいいかも。え、順平の時代は LINE とかあったの？もちろんあるよ。中学校から LINE ありますよ。中学からあるよ。え、中学からスマホ？うん。もう携帯とスマホの混合だったの。で、俺はガラケーだったから、うん、高校に行ったらスマホにしてあげるって言われてたから、うん、ガラケーで LINE ログインして、LINE やってた。うん、え、すごっ！ウェブの LINE なの、俺らは。うん、で、なんか iPod Touch、うん、とか、スマホとか、うん、iPhone3G とかかな、うん。それぐらいの時、3とかそれぐらいの時に持ってるやつもいて、うん、Galaxy とかも流行ってて、うん、みたいな感じがね、そういう時代。インスタとかは？え、中学の時のインスタとかないです。うわ、中学インスタない。そういう時代だね。高校の途中からインスタ始まった。え、で、高校の途中でインスタのストーリーができた。え、え、高校の、え、いや絶対ないよそれは。だってあやが高1ぐらいの時にストーリーできたもん。ごめんなさい、あの高校の時のストーリーないわ。でしょ、ストーリー撮った記憶ないわ。でしょ、あやも高1の終わりぐらいにストーリーできた。そっか、だからストーリーやったら俺もっと絶対早く有名になってる。もっとかましてた俺。だってこのストーリーない時代に勝手に動画回してやってるのがいつも。そうだね、インスタとかでもね、同じ学校の人探すんだよね。なんか TGC みたいな、なんか東京ガールズコレクションみたいな感じで学校の名前があるから、それでね、なんか探して LINE とかで話しかけたりするんだけど、最初はもうそんな話しかけない方がいいと思う。あんまり入学式の人がめっちゃ嫌だったな。僕たちは転校3回してるんで、そう、やっぱあの初対面慣れが結構ちょっとあるのよ、うん、どちらかというと。だから多分コミュ力とかも上がったんだと思うんだけど。いやいやいや、あやは全然で、あやなんか全然そう。どういう子だったんだろう。あやの今のちっちゃい時をこう見てみたい、うん、学校の先生とかとして。そうそうそう、うん、入学式中国から来た時、うん、どんな感じだったんだろうみたいな。あー、まあまあまあそうだよ。気になるな。俺、まん、俺、俺も恥ずかしがってたね。普通にで、先生と挨拶したから俺。あー、校庭だったの、クラス分けが、うん、お前もそうだよ絶対。いや、あやは 2年生の時だから、うん、1年生、2年生、3年生、4年生じゃん。うん、順平5年生でしょ。うん、あや2年生の時代だから。あー、クラス決まってる。なあ、それ一番やだ。そうだから2年2組もう出来上がってる。1年2組からの2年2組の2年2組からだから。あ、そっかそっか、うん、クラスのみんなの前で立っておはようございますだから。あー、それやだそれやだ。きついっしょ、きついっしょ。それめっちゃきつい。きついっしょ、めっちゃきつい。やけど俺もきついんですけど、まああやのパターンは、うん、まあ、小学校が6年あるやん、うん、俺らの学校って1、2年同じクラス、3、4年同じクラス、5、6年同じクラスだから3回しかクラスがないの、うん、で、あやは2年生からの転校生だったから、うん、1年で出来上がった時に参加した。そう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 、ってパターンね、うん、で、俺は5年生だったから、うん、新しいクラスまたできるよ。でも1年から4年の重みあるから、うん、やっぱ知り合いも行ってんの入るみたいな感じだったから、うん、で、あのクラス替えの日に俺は行くやん、うん、で、先生が校庭でみんな張り出されてるから分かれるの、クラス、うん、で、俺もう分かんないから、うん、先生に連れてかれて、君はこのクラスだから、うん、って言われて校庭で、あ、中村純平です。え、マジで中国から来ました、ありがとうございます。全学年じゃなくて、全校で。全校じゃない、全校じゃない、クラスの前。クラスの前で集まるの、なんか学級会みたいなやるのよ、1時間ぐらいだけ。で、その時にお願いしますって言って、でもやっぱその後に、次から学校か、次の日ぐらいから学校、うん、だったんだけど、やっぱその学校の中とかも知らないし、うん、すごい緊張というか。わかる。で、あの、何も知らない状態で俺が学校を歩いてる、うん、あの5、6年のエリアを、うん、だから他のクラスのやつからしたら、うん、え、何あいつみたいな、うん、え、誰みたいな、うん、っていうのがすごい嫌だった。なぁ、え、誰ってめっちゃ言われた。え、誰ってめっちゃ言われたから。先生とかにも、うん、どうしたの、どこからしたの。へぇ、そういうあの初心者扱いをされてたから、それがもう恥ずかしかったね。中国の時は覚えてる。中国の時は入学式、あ、いや、マジで覚えてない。俺マジで覚えてないな。覚えてないよね。あの小2だから俺、うん、小2の時に、え、小2の曲あるじゃん。小だから小2が中国だから、じゃあ小2が日本でしょ。あ、日本、うん、だから記憶はある。俺覚えてないんだよな、中国の時。でも初めましてはバスの中。わかる。あの中国はあのバス登校なのよ。だからバスの中で前で、あの何丸何号室の何階に住んでます、うん、中町純平ですっていうこと言った覚えがある。中国の時は本当覚えてる。学校とか覚えてる。学校はめっちゃ覚えてる。めちゃくちゃ覚えてる。バスがもう40台ぐらい止まってんの、うん、50台とか。もうめっちゃマンモス校だったから、めっちゃ良かったね。寮のわからないルールを失敗して、うん、先輩に目をつけられて裏で鍵口を言われるようになった、うん、寮はすごい大変そう。すごそう。で、野球部とか男子校だったり、うん、寮っていろいろあると思うんだけど、うん、寮はね、多分俺耐えられないタイプだから、うん、その寮のルールがあって、うん、だからかませないと思う、うん、先輩が近すぎるっていう、うんうんうん、あのずっと部活みたいな感じだと思うから、寮って俺のイメージ。だから先輩に目つけられるようなことは寮では絶対しちゃいけない。あの先輩に嫌われたら終わるから。確かに。俺も中学校の時嫌われて本当にうざかったから。そうなの、ね、うん、だから先輩には嫌われるとだるいから、うん、嫌われないようにお願いします。
あーこれいいね。これ最後にしようか、うん、これも多分女子あるあるなのかな、うん、好きな人と同じクラスになれたのが嬉しすぎて、うん、友達と大はしゃぎしてたら、うん、クラス全員にバレた。うわー、まあこれはね、あのもう本当嬉しいよね、うん、好きな子と同じクラスって本当に嬉しいし、うん、正直友達よりも最初好きな子探すもんね確かに俺はもう完全そうだったから、確かに好きな子をまず探してた、うんうん、でその子と同じクラスじゃないか、うん、だけど隣だったらまあ嬉しい、そう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 、女体育とかで一緒になるかも、うん、1組と6組とかだったら最悪、もう終わり、その子終わり、うん、本当体育とかでも一緒になれないし、そう本当終わりない、そうね、だから俺も好きな子がクラスにいなくて、でもいいメンツだったの、うん、クラスが、うん、うえーって言ってたけど嫌だったそれ本当思い出した、うん、本当にあったからそういうの、なんか楽しいよね学校って、うん、常に恋愛あるじゃん、常にある、なんか気になるとかあるじゃん、出会いの場、出会いの場、マジで学校ってマジ出会いの場で、大学は逆に言うとあんまり出会いがない、自分から本当に積極的に行かないと、うん、けど大人になるにつれ積極的に行くのって難しくなるから、確かに小中高の方が簡単だから、どう考えても、だから小中高でかますとかじゃないけど、うん、みんなと仲良くなった方がいいよ、いいなぁ入学式とかね、今のメンタルだったらいけるよね正直、いける、全く知らない学校でも、いける、でもやっぱこうはならないやん、多分俺らは結構人前とかこうなったから、うん、結構なんていうのね、うん、こういう感じになったけど、うん、当時は無理よ、当時は無理だったから、うん、いや行けてた人じゃん、いや一番行ってた人じゃん当時、行き過ぎてた、また中間、うん、中間がいいからやっぱりみたいな感じで、うん、入学式皆さん失敗しないように、はい、友達たくさん作っていい思い出作ってください、はい、ということでこの動画良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いしまーす、じゃあねー、じゃあねー、うん。Yeah. I'm not gonna lie, 다들 하지 뻔한 이야기 Her brain fried, my lady popping zany Had a lady popping molly, why she waiting on me 여기 나의 area, 여기 my area 아이, 오케이 이 기대 이거